ドン・マイケル・ミッチェルはアメリカ合衆国の俳優で特にレイモンド・バーが主演した NBC のテレビシリーズ鬼警部アイアンサイドに出演したことで知られる。この作品でミッチェルはマーク・サンガー役を演じ1993年のテレビ映画帰ってきた鬼警部アイアンサイドでも同じ役を演じたがこの作品が彼にとって最後のテレビ出演となった。 鬼警部アイアンサイド以外にも、所長、マクミランに出演したほか、CBS の昼の帯ドラマ、キャピトルで、エド・ローレンス役を演じた。また、奥様は、魔女にも、警察官役で出演した。1969年から1970年に、かけて、ミッチェルはモデルだった、エミリー・ブレイクと結婚しており、娘、ドーン・ミッチェルを設けた。1972年、ミッチェルは、 女優のジュリー・ペースと結婚した。彼らは1986年に離婚したが、二人の間には娘二人、CBS のヒルドラ、ザ・ヤング・ザ・レストレスに出演した女優のジュリアペース、ミッチェルと弁護士のショー・メシェル・ミッチェルが生まれた。ミッチェルは、ロサンゼルスのエンシノにあった自宅で、2013年12月8日に70歳で、自然死した。ありがとうございます。